空軍の e 3 f 装機警戒管制機。本校では、フランス軍の C4I システムについて記述する。ルクレール主力戦車。シットを装備し、卓越した C4I 能力を備える。原子力空母、シャルルド・ゴール。艦隊の C4I システムの中核となる。フランス空軍は、従来、地上用撃管制システムとして、 ストライダーを運用してきた。これは、タベルニーの航空作戦管制所を頂点としており、また拠点として、バランケンのドラッシェンブロン空軍基地、リオンのモンベルダン空軍基地、ニースのニース空軍基地、モンドマルサンのモンドマルサン空軍基地、トゥールのトゥールサンシンフォリアン空軍基地の5カ所に、防空指揮所が設置されている。ストライダーは1956年より、開発開始され、 1963年より収益した。1972年より NATO がナジシステムを運用開始するとこれと緊密に連接し、また、1990年からは E-3F 装儀、早期警戒管制機との連携も開始した。さらに現在、ストライダーをサブシステムとして含む総合的な作戦級 C4I システムとしてスクコの開発。 配備が進められている。スクコの基本計画は1989年に承認され、ステージ1計画は1993年2月に承認、1999年に完了した。これは、NATO のアックス計画と既存のフランス空軍システムとの相互運用性を確保することに重点が置かれていた。続くステージ2計画は、 ステージ1計画の延長線上で全般的に性能を強化するもので1997年12月に発動された。ステージ3計画は真に総合的な C4I システムの構築を目指すものとして2001年に発動された。これはリンク16への対応などを含んでいる。ありがとうございます。